コビキなんかね、本当に全美味然しい汁を知る続吸い続けてる吸い 続け吸い続けててるね、now now now 吸い続けてる now 美味しい汁吸い続けてるわね、本当に、うん。対談のドラマ編ということで、ということでやってまいりましたね。10月17日、アット渋谷、アット渋谷どっかのビルの下、某ビルの、某ビルの下、某ビルの下で、桜坂あたり、桜坂ね、寒い。いやでも普通になんかそういうのに俺が選ばれたのって選ばれたっていうかなんかはちょっと嬉しかった。あ、嬉しかった。いやでも俺その対談って話になって、パッて言ってこうした。やばい。やばい。これ話広げやつ。理由がやだね。理由がやだ。まあ、あ、じゃあ聞きたかったのが、ドラマとして尊敬してる人とか。ドラマとして尊敬してる人？はい。自分がルーツになった人とか。ルーツになった人？はい。ルーツになった人ね。でも、まあ俺あの一番最初にこうドラムやりたいなって思ってとかずっと一番最初こう、うん、まあ親父がさ、うん、ずっと音楽やっててギターやってて。でも昔からこういろいろちょいちょいこう親が聴いてるのを一緒に聴いてたり したんだけど、まあでもなんかちゃんとこう音楽っていうのを聴き始めたのが中2の頃にあのクイーンねを聴き始めてクイーン。でもその頃からこうちゃんと音楽を本当中学校時代もクイーンしか聴いてなかったんだけど、で聴くようになって、でもなんかこうまあ正直な話クイーンとかまあ、ドラムがすごい引っ張ってるバンドでもないから、うん、やっぱフレディ・マーキュリーって人がいるんです、うん、っていうふうに俺は思ってるからね。ハイレグの問題だねハイレグの。いやだから俺あれだからフレディ・マーキュリーはあの別にあれだからその別にそことか否定されても俺別に否定しないから、ひどいと思ってる。間違ってい, い, いやまあねまあねまあいろいろあるあれだよ。でまあでもさまあっていうね、なんかねここはずっとかっこいいドラムなんか YouTube とか見続けてたけど、うん、こうなんかね、高1の時に、まあ、高1の時にドラマ始めて高校で鍵盤入ってさ、うん、でその時にこう家にエレクトリックモールってさあのシーラリンゴね、あ、はい、の東京事変のメンツになってからのシーナリンで東京事変っていう、もうバンドを組んだんだけどシーナリンゴの曲をやってるライブがあるのね、うん、エレクトリックモールっていう武道館でやってるやつなんだけど、それでこう旗都市を見て、あ、なんだこれと思ったよね。それは、まあ、それはなんだこれってなって、だった。本当コピーが難しいもん。まあね、やれない。やれない。俺とか高校時代に東京事変やったやつみんな上手いと思ってるから。あ結構手抜いてますけどね、だいぶ。いや、あのね、いやでも、まあね、畑俊樹さんはね、うん。まあまあまあ、畑さんは。触れられないですけど。いや、でもすごい、あのエレクトリックモールやばいよ、マジで。やばい、マジかっこいい。聞いたことないな。いや、普通に DVD、あの YouTube とか乗っかってるから見た方がいいよ。ギブスがやばい。ギブス、あ、曲、うん、そうそうそう、曲ですかって。いや俺シーナリンゴっていうか東京事変あんまり、あーでもあーこの前結構バッて聞いたんですけど、うん、あんまり詳しくないんですよ、ね、なるほどね。そうそう、畑俊樹がすごいっていうのはもう本当に知ってるんですけど、でもなんだろうなーとか、こうでも影響受けたかっつったら影響受けてないんだけどね別に今の時間いらなかったんじゃないですか別になんかそんな畑さん的なことやってるのかって全然やってないからね。あ、そうなんですか。まあ、うちそんな、でもなんかまあ、いろあの影響受けた、うん、あのでもいろんな人のを、うん、変な話パクろうとしながらやってるよね。あ、まあまあまあ、こういうのやりたいなっていうのをまず決めるんだよね、うん、曲作ってるのドラムで決めて、大体できないの、うん、出てできないからそれを崩しながら自分になってくるフレーズとか、そうそうそう、フレーズを一人でスタジオ入るじゃん、曲を作って、うん、でなんか大体変なめちゃくちゃことやろうするんだけど、うん、バンドで合わせるとできないのね。ああの全然技術が伴ってないから、合ってないっていうのもあるかもしれないし、だからこうできないから、それがだんだんこうだんだん軽くなってくるわけ、うん、で今になる、なるそれが自分の、そうそうそう、ね、だからあのパクろうとするのはいくらでもあるよね、うん、まあまあ、まあ、そう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 、あでもそういえば、あ来るっていうかね、こうあのいただいてるぐらい、あまあいただいて、そうそうそう、まああれですかね、
じゃ自分のやりできる範囲でやってるわけ。そう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 、できる範囲で、ニュアンスだけ汲み取ってそうそう行く感じ。なんかあんのさ。いや僕はですね、あれですね、中2とか、うん、あ、もともと小学校の頃から割となんか音楽って言っていいのかか、まあ音楽ですけど、うん、まあ、そのなんかいろんなやつ聞いてたんですよ、まあ、J-POP とか、うん、そのまあ、バンドでもなんか聞いてて、でも一番、まあ、その自分の中で影響を受けたっていうのが、そのなんだろう、バンドガツガツハマっていった時期に聞いてたアジカン、うん、その俺の中のルーツなんですけど、うん、まあ、そのアジカンのドラマーの伊地知清さんがもう僕の中でもすごいやっぱ一番かっこいいっていうか、ドラマーとしてすげえ、まあの人はすごいよね、すごいすね、単純にね。いやもう本当にコピーしてて、そのなんか自分の技術が上がっていくのがもう本当に伊地知さんのおかげでしたもん、ね、自分 そのフレーズをまあそのいろいろコピーしていって、できないやつとかゆっくり練習したりとかして、アジカンとかってさ、なんかそういうすごいテクニカルバンドに別に見られてるわけじゃないじゃん。うん、そうだね。でも、あれだからドラムとか、あの、うん、地味に11連符とか入れてたりするもんね。うん、そうですね。すごい細かい。あの人ね、あのマーチング上がりだからね。そうですね。まあ、半端じゃない。綺麗さ半端じゃない。アンドメタラ、最高ですよ。最高だね。あの人は最高だよ。最高ですよ。今も、いや今そうですね、あの俺の今の中ではアジカンの伊地知さんか、まあ、EX キャブスの中村一太さんかっていう感じですね。一太さんはもうフォロワーを相当生んで、うん、キャブスを辞めた感じで、おはようございます。辞めた感じだよね。そうですね、なんかあれ残すもんだけ残していきましたね、本当に。いやなんかもうあれだよね、本当に変な話さ、もうなんか日本、俺の中で、うん、こうなんか俺がちょうど高校生時代とかで、うん、こうやっぱ周り軽音部とかやってる連中はさ、うん、なんかちょっとあれじゃん、周りが聞いてないようなのを聞くじゃん、うん、でポストロックとか聞いて、ポストロックとか聞いてさ、でなんかちょっと塔にはまるやつが出てくるじゃん、うん、出てきて、でやっぱなんかその橋倉さんがさ、うん、やっぱなんかこう斬新だったじゃん。まあまあ、そう、俺の中で。俺も衝撃でした。衝撃だったじゃん。マジかよってなったじゃん。うん、そのフォロワーよりも中村いったるフォロワーの方が俺は多いなって感じで。ああ、まあでも分かりますね。うん、そのなんか橋倉さんのフォロワーは結構なんかなんだろう、党が好きな人がそのなんか。すごいなって思う人。まあでもなんかまあ歌物っていうかさ、うん、まあ、歌詞が歌がついてて、はい、ついてるやつとついてないやつの差っていうのは絶対あると思うんだけど、ね、キャブスは基本的に歌があるからさ、うん、そうなんかだからその差はあると思うけど、こうなんかライドのカップを打つやつ増えたなって思ったね。ライドもうみんな入れるよ。やりがち。みんなもううんちんちん。僕もやります、ね。やるし、俺もやるし。やるし、やれって言われるし好きなんですよ。そうだからもうベル導入したみたいな、セッティングにベル導入したみたいな。なんだあれ、俺負けだと思ってる。あれはね、負けあれはもうあのクラッシュのカップで打つべきだな。俺の中ではいや結構ちっちゃくてね。えそうならないよね。そうならないならないならないし、当て引っかかる、引っかかる、当てに当たんねえし、当たんねえ。そう低くしなきゃいけないし。そうなんですよ。いやなんかもううちとかさ、こう割と似通った、うん、まあ、今はそうでもないけど、うん、こう、ね、出始めとかはさ、うん、結構キャブス的なのやってたから、うん、うちのバンドはこうベル入れるじゃん、はい、完全にキャブスだと思われちゃうじゃん。まあ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 ね、まあ、できないんだけど、あんなことあんなこと もちろんできないから、うん、難しいですね。そうだから、でも思われんのも嫌だし、なんか使ってやんねえみたいな、俺はカップ、うん、もう絶対ベル使わないからみたいな、うん、あるよ。ああいやでも、ね、周りがね、でもあの人はすごい、まあすごいですよ、ね、すごい。てかもうキャブス自体が残した影響は大きすぎだよ、マジで。まあ
マジですよ。なんか ギターの連中もさ、うん、増えたよね、ああいう人。増えましたね。ああいう人一気に増えたよね。あと、なんか、なんていうさ、なんか残響フレーズみたいな、なんか、テレベレッテテレテンテレテテテテレテみたいなやつめっちゃ増えませんでした。いやなんかね、まあ、いい意味で残響感がある人たちだったから、だと思うんだけど、まあ、そなんかこういろいろそれを語っていいのか分かんないけどさ、まあ、そうですね、そこ使っていいのかちょっと分かんないけど、でも、そうだよね、あるよね、うん、いやあのね、なんか、まあ僕はそうですね、まあでもあれだよね、ダウニーとかさ、もそうだし、青木さんね、んどうした、青木さんじゃない秋山さんね、秋山さん青木さんボーカル、いや、まあ、そうダウニーとかのドラムの人はもう すごいからなろうと思って、うん、なんかこうね、レッスン縛ったりとか、うん、あったりとかするんで、いや、かっこいいですね、かっこいい、俺はあの人のフィルとかタブ回しを見て習いたいと思ったから、うん、あのカレンっていうバンドをさ、はい、やってたんだけど、うん、あのアートスクールのね、はい、戸高と、うん、戸高さんとあと木下さんとやってたんだけど、うん、あとまあダウニーのベースとドラムでね、中俣さんと秋山さんと、うん、あとあちこさんっていうボーカルがいて、うん、でそのレインって曲なんだけど、うん、それの一番最後のフィルガンのこのやつそれをもうその綺麗さに俺はびっくりして、でもこんな人がレッスンやってないんだろうなって思いながら探したらやってて、やってる、行った。なるほど。すごい。半端じゃない。半端じゃない。スタジオであのドラムが見れるわけですか。え、すごい。なんかもうね、異次元。異次元。異次元。あ、違うなってなる。なるほど。そう。でプロとかさ、うん、そういうのドラムで食ってる人って違うよね。わかると思うけど、そうわかると思うけど、お前はさ、言ってるから、うん、全然違うよね。そうですね、ほんと、8ビートとか全然違いますね。そう、全然違う、うん、僕は学校で、あれ、うん、水木奈々さんとかの渡辺さんに習ってるんですけど、若い人、若いってか若くはないけど、チャラい感じで、チャラい感じで、まあ結構なんか俺がね、行った時髪青色、青かった。本当ですか。今結構、今金です、ね、金、あ、でもすごい、この前だから、なんかタムとか、うん、まあ、なんかそのツンツクタンツクツンツクタンツクみたいな、うん、プレあのドラムパターンのやつで、そのそれをタムで使おうみたいな感じで、なんかドンドコタンドコドンドコタンドコみたいな、で目の前でやってたんですよ、それ、その体の使い方とか教えながら、でも音はでかいわ、超もう綺麗だわ、でなんかもう見ながら笑っちゃってみたいな、やばいみたいな、わかる、それなんかやばいやつ見た時の、あ、ニヤニヤしてすげえわってなるやつ、やばいよね本当に、目の前でもう、あと一昨日もそうだったもんね、完全にね、あ、やばかったですね。分かったよ、中村さん。中村さん。排水のなさ。排水のなさ。いやー、めちゃめちゃ。全員うまかったもんね。すごかったもんね。普通に言っちゃったもんね、全員うまいわっつって。本当ですね。本当ですね。リハしながら、あ、全員うまいわっつって。じゃーって。リフレクション。リフレクションやばかったな。あ、やるんだ。鳥肌だって、やばーと思って。すげーかっこよかった。めっちゃかっこよかった。郷田さん、要はあれですもんね、16ビートを嫌われたみたいな。なんか、いや、なんかそれはもうずっと言ってるんだけど、排水のなさもそうらしいんだけど、うん、基本的にそう16、排水のなさとか16でフレーズを組んでるんだって、うん、そうですね、だからなんか変、表紙は変えてるけども、16が基本だから、うん、それをこう、もうずっと、だからなんかライブ前とかも、うん、もうこう、頭のアクセントで、タカ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 ってやるだけで、もう全然調子が違うって言ってて、だからもう、でもそれはね、言うんだよね、みんな。こうなんかダブルストロークとかさ、うん、パラディドルとかいろいろあるじゃん、その、うん、なんていうの、ルーディメンツと言われるさ、うん、ああいうの、はい。確かに、それをこう交えてね、こう、やったりするのもさ、
もちろんドラムの技術だし、うん、その見せ方の一つなんだけど、やっぱ一つ打ちっていうかさ、もうシングルストロークっていうのが、うん、もうどれだけこう極めるっていうところがないから、これはもうあのダウリー秋山さんにも言われたけど、それをどうこういかに極めていくかっていうところだ、うん、だからもうそれをとにかくやれって。まあ、その秋山さん曰く、こう今、まあ、年も何年もドラムの歴史あるけど、うん、その中でこう、まあ、シングルストロークを極めた人は何名、あれだ、バディ・リッチと、うん、あとね、スティーブ・スミス、わ、うん、かる、ちょっとわかんないです、わかんない、ちょっとわかんない、あの昔ジャーニーっていうバンド、うん、ジャーニーってわかる、ジャーニーわかんないか、名前ぴゃぴゃって聞いたくらいです、うん、あのっていうバンドがあるんだ、はい、あれ聞けば絶対にわかる、ルーツが浅くてすみません、いや全然、はい、っていうバンドにいた人、はい、で、はい、がぐらいしかもうね極めて人がいないって言ってた、あ、そうなんだ、ね、そう、シングルストロークつって言ってもさ、いや分かると思うけどさ、ダウンストロークとさ、うん、まあ、フルストロークもあっちゃってさ、うん、ダウンストロークアップストローク、タップストロークとかあるじゃん、うん、それの種類って、うん、で、まあダウンストロークとかは、うん、アクセントストロークじゃん、うん、そうです、そう、こう、うん、ダンとこう上からタンで、アップとタップっていうのは上げるっていうか、まあ、そうか、そのままでステイだから、うん、そのなんていうの、アクセントストロークじゃないじゃん、うん、そうですね、基本的にずっとこうタクのタカ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 だったら、そのところのタッじゃなくてタカタカのこうじゃん、うん、その音量を揃えて、かつでもなんかタップとアップってやってることは違うけど音は揃えなきゃいけないやつじゃん、わかる、そうそう、こうまだ16分の頭にタカ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 だとしたら、うん、ダウンタップダウン、ダウン、うん、タップ、うん、アップ、タップでしょ、その繰り返しじゃ、 そのこのダウン以外の音をいかに揃えるかっていうのはもうずーっと永遠の課題だった、そうっていうのもあの、まあ、橋本で配信なさんの中村さんも言ってて、だからもういかにこう16部っていうのをね、うん、極めていくかっていうか、うん、やるかっていうの、まあ、もうその基本的なところができれば、うん、まあ正直それだけで上手くなれ る、まあ、る、後からやればいい、ダブルストロークとかそういうのは、なるほど、ね、やりたくなるけどね、そうですね、気持ちいいしね、ダブルストローク、うん、気持ちいいよね、やりたい、まあそうですね、ドラマだからやっぱちょっと真面目になっちゃうんですね、こういう話するとつまんないと思う、すげえつまんないと思う、全然わかんないと思う、ドラマでもドラマーに見てほしい、ドラマーに見てほしい、俺は今回はねドラマー編なんで、うん、まあ、ドラマーにぜひ見てほしいです、うん、何逆にさ、こう一般のね、はい、方々も何を聞きたいんだろうかって感じで、まあそうですよ、まあ、せっかくドラマー編だから、まあ、そうそう、まあ、ドラマーは結構真面目な人が多いんで、俺は絶対違う、結構お茶開けてます、ね、絶対違う、俺もだから真面目じゃないから、あの俺脳書きだけで練習しないからそう、気持ちは分からなくもない感じで、うん、まあまあそういうということでね、まあ、今回は、まあ、ローリック TV の、まあ、ドラマー編ということで、まあ、対談ですね、ドラマー対談の第1弾ということでね、マクラブシックのね、ゴーダさんとまあ、お話しさせていただきました、このなんか締め方もちょっとまとめになっちゃう、あ、なんか真面目になっちゃうんですよね、大丈夫、もう大丈夫、大丈夫、いやもう多分大丈夫、大丈夫、あの16部について語った感じで大丈夫、大丈夫大丈夫大丈夫、いやもういい素材ですよそれ、ね、マジで完全に、ということでまあそうだ、ね、じゃあまた次回は、まあ、一体誰になるのかと、まあ、お楽しみに、まあ、別に俺でもいいから、まあ、第2弾3連符について第2弾は3連符についてそれはそれでありです、使用機材を紹介していくっていうのもね、こう面白いかもしれない、つまんねえだろうけど
ドラムステーションとか行って、ドラムステーション行って、あのコーチさんと一緒にシンバル思想の旅っていう。めっちゃ楽しそう。それもちょっとやりたい。それまあ番外編で、番外編でやるか。普通にね、楽器屋行こう。楽器屋OK。 ありがとうございました。ありがとうございました。